久保さん、今回男としてにしましょうか、まあ、女性の方は置いときまして、まあ、置いとくというかね、まあ、差別じゃないんですけども、まあ、僕と久保さんは男ですチンチンついてますでまあ男だろうが女だろうがまあ関係ない部分はもちろんあるんだけどもやっぱその、まあ、DNA レベルですよねなんか昔から、まあ、これは差別してるわけじゃないんだけども男が狩りをしてきてねで家族のためにその家族のためっていうか、まあ、狩りをしてきて まあそ動物とかもそうじゃないですか。虎とかライオンとかもたいそのなんだまあ違うところもありますけどもおおオスが狩りをしてきてそして餌を与える、うん、親が狩りあの餌を取ってきてまあツバメツバメの巣とかもそうですけど、うん、なんかその男として生まれたんだったら その DNA で刻まれていること、まあ、本能というか、まあ、やるべきことですよね。うん、それをしか、まあ、男は金稼ぐっていうのが、まあ、僕の中ではあるので、男として生まれたんだったら金稼ぐと。というか、働かないといけない。例えば、分かりやすく言うならば、じゃあ、女性の方で、まあ、専業主婦っていうのがあります。だから、まあ、お金は、まあ、もちろん仕事はあるんですよ。専業主婦という仕事はあるんだけども、まあ、家庭に入って、 えー、違う仕事をするとでも男は外行って金稼いできてっていう話じゃないですかうんだからまあ男として生まれたんだったら男としてかっこいい生き方何なのかっていうとしっかり金稼げる男でありたいよねっていう、うん、全然金稼げないんだよ俺みたいなねごめん給料これしかなくてさみたいなねなんかダサいじゃないですかうんまああのそれは頑張ればなんだろうな うーん頑張り次第ですよね。頑張り次第だし、頑張って結果を出すっていう。まあビジネスにおいては結果がすべてなので、頑張るのは当然だし、男として、例えば狩りの話をするならば、ね、例えば、まあ,あの原始時代ねあ、男が狩りをしてきましたと。俺、努力して頑張ったんだけど、今日一匹も何も釣れなかった。何も狩れなかった。どうすんの飯、飯みたいな <laughs> どう。赤ちゃん泣いてるみたいなね。どうすんのよみたいなね。 おどうすんのよ!」みたいなね。頑張ったけど枯れなかったんだよ。とりあえずね何でもいいからあの飯え買ってこないと <laughs>。そう。いってらっしゃい。